ここはどこじゃ。うちの座敷わらしがいなくなってしもうたんじゃ。ばあさん、あんた自爆霊だな。そうじゃ、あの子のことが心残りでここにとどまっておる。あの子は見た者に富や幸運をもたらす精霊なんじゃ。ここの家主は以前から譲ってくれとしつこくても、あのじいさんが連れ去ったに決まっとる。どうかあの子を連れ戻してもらえんかの。いいぜ、幸運ってのは眉唾だけどな。そういうのやめなよ。じゃあこれを持って行ってくだされ。塩せんべい。塩せんべいはあの子の大好物なんじゃ。どこの間の青い器にお供えすれば必ず姿を現すはずだから。うちの座敷わらしがいなくなってしもうた。ここの家主があの子を連れ去ったに決まっとる。家の中を探しておくれ。好物の塩せんべいをどこの間の青い器にお供えすればきっとあの子が出てくるはずじゃ。座敷わらし。どうも違和感があるな。これって何の跡だろう。どこにいるんだろう。この家のどこかのはずだ。探すんだ。開かねえな。鍵を探すか。金欲しさの誘拐か。座敷わらし、ひどい目に遭ってなければいいけど。ずっと泣いてる。子供を泣かせる奴にろくなのはいねえよ。もう泣くな。ばあさんに会わせてやるよ。仏壇か。力を使え。姿が見えるようになるはずだ。まさか仏壇を丸ごと隠してやがるとはな。見てみろ、床の間がある。うん、この図だと右下あたりか。座敷わらしはここだね。
断するなよ。近寄るな、盗っ人が。座敷わらしは誰にも渡さん。盗っ人竹だけシートはこのことだな。座敷わらしは返してもらうよ。やっと手に入れたんだ、座敷わらし。クソ野郎が、死んでまで金に執着しやがって。こんな奴は印で払っちまうぞ。欲深いのもほどほどにしてほしいね。さてと、あとは塩せんべいだな。もう自由だからね。やっぱ幸運はなしかよ。はい、ばあさん、やってくれたな。やれやれ、会えてよかったですね。おかげさまでありがとうございました。これで思い残すことはありません。